それでは11番、岩下陽子様、ご出席にお願いいたします。まずご自分の住まいの市町名、氏名を述べてから口述をお願いいたします。静岡市の岩下陽子と申します。私は、3ヶ月前までリニアには全く興味がありませんでした。乗らない、静岡市の人間は乗らない、リニアが環境破壊ということは存じておりましたが、しかし環境影響評価法で守られているはずなのに、どうしてこんなに理不尽な言い方がまかり通るのだろうと思って、ただしこれ国の事業でしたらば、国に、情報の公開請求をするなり、国としても法と法の整合性を取るはずだから、それなりに、住民が納得するものになっていくのだろうが、これが一旦私企業になってしまうと、どうして何か理不尽なことが通っていくのだろうかと思いまして、JR 東海さんが、公開してくれない代わりに、審議会、国交省の審議会を調べてみました。中央、新幹線小委員会といいます。2010年の3月3日に慌ただしくできて20回を数えて、でバタバタと、答申を出して、でもちろん、審議会の中の方に言わせると、このあと環境アセスでまた何年もかかるんだから、というつまり審議員の皆様もそういう感覚でやってらして、つまり今後、環境と住民とどう折り合っていくかという考えが何か感じられないなと読みながら思ったわけです。で、一番最初にやりましたのは3月3日で、その時には、バタバタと委員会を立ち上げ委員長を決め、次回は全体の論点を探し、3回目に、JR 東海のプレゼンでした。その論点というのも、ツッコミ隊だらけというような論点で、地層地質についてはほぼ触れない、でわずかな審議時間でこれできちんと、つまり答申が出せるのだろうかというような、20回を数えているわけです。でさらに、その中で、JR 東海のことを申し上げますが、まずは、1回目のその論点を出した時は、ざっとその中には大井川なんとありませんでした。富士川天竜川の甲府市内から名古屋市付近の地形の概要が、これらの山脈から富士川天竜川の河川が発達し、その周辺に盆地、扇状地、河岸段丘が形成されている、どこのことを言っているのだろうと。それはリニアの、区域は長いから、少なくともこれは南アルプスのことは全く言ってないなと感じた次第ですが、トンネル掘削事例として大清水トンネル、飛騨トンネル、でその飛騨トンネルも大量の湧水についてはポンプの増設や水抜き口や水抜きボーリング等の対応をすると、で水抜きの効果が見られるというような結論を出しておりましたが、実はそこにあった施工上の留意点で、上越新幹線の中山トンネルが耐水層といって、層の中に水の層があって、それがそのままあふれ出すということで、それが、大量の湧水を招いた。ところがこれが毎分13立方メートルで、毎秒にしますと 0.21 立方メートルですから、そうしますと大井川で毎秒2立方というのはこの10倍に当たるわけですよね。でそれが分かっていて、上越新幹線中山トンネルが大量の湧水というならば、それはそれでちゃんと、JR が審議会の審議にかけられたことについては、
きちんと応えるような姿勢を環境評価と、まあ、別に真摯な姿勢があってもいいのではないかと思って次第です。でまた、飛騨トンネルについてはネプスコ中日本というらしいんですけど、壮絶な水圧と土圧の戦いの末に10年の工期をかけてと言いますれば、このトンネルの連続ですから、どのトンネルの工事も実は大変な工期を、つまりこれは事業が技術的にクリアできても経済的、経営的にこのトンネル工事をクリアできるのだろうかという疑問も残るわけです。でさらに、この環境影響評価法というのがまた面白い 法律で、日々進化しているらしいのですね。で実は今回4回目5回目に、リニアが通る各県の知事が、配慮段階の配慮の配慮書の前段階に地元の意見を聞くということで地元代表で集まっていました。で、6月にやった長野県の村井県知事は、南アルプス世界遺産自然遺産の協議会があることに触れ、ジオパークに触れ、そして、日本構造体などの断層に触れ、そして、希少生物に触れ、でさらに長いこと、長野県はリニアを、まあ、リニアと言わずに新幹線を誘致したかったものですから、ルートに触れというようなことをおっしゃってましたが、残念ながら翌月の、静岡県知事は、どういうことになりますかというと、まずはプレゼンの資料が静岡県産業概要、静岡県交通ネットワーク、富士山静岡空港、東海道新幹線現状、東海道新幹線新たな活用の可能性と静岡空港、提案1、富士山静岡空港新駅設置、陸海空の交通ネットワーク、提案2、地方を活性化する東海道新幹線の新しい運用形態、提案3、中央新幹線と新駅の開業が同時であることが望ましいと。でさらに防災先進県であり、危機管理の観点からリニアは新幹線の代替になるとおっしゃっていました。でその後最後にまとめとして、南アルプス地域での地質調査等に積極的に協力したいと。で実は、川勝知事は2009年に就任なさいましたが、2007年には静岡は森林条例ができているんですよね。県民と森林県民共生の条例、そんな条例でした。で、その条例があって森林を守ろうという県民に啓蒙をしていながら、これでは実は、もし大井川の下流域の渇水があったらば、これは静岡県は県行政として責任を取らなきゃならないんじゃないか、少なくとも配慮書前段階で、きちんと申し述べることを言ってなかったんじゃないか。でさらに JR がその時にもし、つまり保証ができなかったらば、当然行政の責任は問われることになるんじゃないか。でもう一つは、生物多様性条約による、生物多様性条約違反かどうかという判例が2013年の9月19日にありました。でこれは訴訟としては負けたのですが、実は北海道の北見の国の直轄道路が、希少生物に被害を与えたと、つまり被害を与えてからの訴訟ですので大変つまらないのですが、生物多様性条約違反、つまり環境アセスを、無理やりに強行、環境アセスと称してその工事を無理やりに強行することが生物多様性条約違反かどうかということについては、今までは政治的な義務と言われていましたが、今度は違法性についてきちんと言明しておりますので、
例えば南アルプスのことも、生物多様性条約違反じゃないかという観点で私たちは考えてもいいのかなと思いました。すいません、ここでチリの、知事の裁量権も問われました。どうもありがとうございました。